アメリカ議会での与野党の対立はオバマ大統領の外遊にも影響を与えていますオバマ大統領は政府機関の閉鎖を理由に APEC 首脳会議後に訪問を予定していたフィリピンとマレーシアへの外遊を中止しましたオバマ大統領の代わりにケリー国務長官が両国を訪問するということです